回は順列の基本について一緒に勉強していきましょう。まず解き方の手順、キーポイントですね。キーポイントその1です。 P の計算方法ですね。これは暗記してください。 NPR とあります。で、公式はこうなるんですよね。で、実際の数字で比べていきましょう。まず N から始まりますよね。この N ですので、この QP3 というのは9からスタートです。そしてこれ N×N-1×N-2 ということで、一つずつ数字が小さくなっていきますね。で、最後です。どこまでかけるかということなんですけども、 N-R+1 までかけますよということです。ではこの QP3 に当てはめると N-R ですよね。ですから 9-3 です。計算したら6ですよね。で、プラス1ですので、6プラス1で7までかけますよというふうになります。で、こちらも同じですね。まずこの 7P4 なので7からスタートですね。で、最後こちらです。ですから 7-4 で3になりますね。で、そこにプラス1で4になります。ですから 7-6-5-4 までかけますよということです。で、注意がこちらですね。 NP1 とあったら N です。例えば 10P1 でしたら10です。 100P1 でしたら100です。 1000P1 でしたら1000です。そういうことですね。で、こちらですね、 R が0の場合は全て1です。例えば 10P0 1です。 100P0 1です。 1000P0 1です。ということですね。では次です。キーポイントの2ですね。この N の階乗ですね、びっくりマークがあります。これは計算簡単ですね。この N から1までかけます、ね、ですから例えばこちらですね、5の階乗とあります。この場合は54321までかけますよということです。で、この階乗というのはこの NPN と同じです。ですからこの今やりましたね、この5の階乗というのは 5P5 と同じですよということが言えますね。ではここですね、最後です。この P の意味って何なんですかということを確認ですね。それは何かというと、異なる N 個から R 個を選んで1列に並べますですね。例えば QP3 でしたら9個の中から3個を選んでその3個を並べますということですね。こちらも一緒ですね。 7P4 7個の中からまず4個を選びます。そしてその4個を並べますというのが P の意味になります。ではこのキーポイントですね、暗記しましょうか。一時停止ボタンを押して暗記してみてください。はい、どうぞ。では一緒に問題を解いていきましょう。空欄がありますね。どれだけ計算できるか、一時停止ボタンを押して確認してください。では一時停止ボタンを押して計算しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。まず最初ですね、 5P2 とあります。公式に当てはめて計算しましょう。答えは20ですね。最初の5大丈夫ですね。で、最後はどこまでかというと 5-2+1 ですね。ですから 5-2 というのは3、それにプラス1で4になりますということですね。では次です。 7P5 はちょっと大きい数字ですね。で、スタートは7大丈夫ですね。で、最後は 7-5+1 ですね。ですから 7-5 は2、それにプラス1で3までかけますというようになります。では次ですね、 4P4、ここが同じ数字ですよと。この時はどうなるか、このようになります。 4P4 というのは4の階乗と同じですよね。ですから1までかけましょうということですね。では次です、6の階乗とあります。6の階乗といえばこのようになります。6から1までかけます。これは 6P6 と同じですね。で、次いきます。こちらですね、異なる5つの数字から5個を選んで1列に並べるという場合ですね。どうなるか、答えはこのようになります。
5つの数字から5つを選んで並べるので 5P5 になりますね。でもしくはこの5の階乗でも同じです。ですからここ 5P5 と書いた人も正解ですね。で5から1までかけて120ですよということになります。で答えはもちろん120通りですね。では次です。6人の生徒から3人選んで1列に並べますと。じゃあ式はどうなるかというとこうなりますね。6人から3人選んで並べるので 6P3 ですね。で計算はこのようになります。まずこの6と6が同じですね。じゃあ最後はどこまで計算するか。6-3+1で4まで計算しますと。で計算して120、答えは120通りになります。ぜひともここは P の計算必ずできるようにしてください。今回はここまでです。ありがとうございました。